生徒会に正式に加入してから数日、5月30日土曜日、開会式を明日に控え、寮では決起集会が開かれていた。開会式ってのは予選だよな。痛快の初陣、はあ。集会などと言ってしまうと大げさだが、間宮の歓迎会も兼ねている。かしこまらず思い切り楽しんでくれ。遠慮するなよ。部屋着に着替えるのはダメなんですよね。制服で窮屈だろうが我慢してくれ。来客があるんだ。来客？スポンサーが来るとか？そんな大げさじゃない。心配するな。はあ、そうですか。はあ、ダメだ、緊張する。はい、どうぞ。これで料理は最後です。たくさん食べてくださいね。あざす。これ全部東雲が作ったの？あ、はい。あまり手の込んだものは作れないので恥ずかしいですが。いやいや、これなら胸張っていいだろう。うまっ。春巻き最高。無理無理食べてる。先輩超余裕っすね。緊張とかしないタイプですか？してるけど、今からピリピリしても仕方ないだろう。ほら、中野も桐生も見習え。俺以上に平然としている。かわいい。ストローを口にくわえジュースを飲みながら、桐生はスマホを操作していた。何気なく中野が画面を覗き込み、表情を引きつらせる。何その顔。画面が、私は大丈夫って文章で埋まってるんですけど。私は大丈夫、私は大丈夫、私は大丈夫、私は大丈夫。何それ怖い。俺たちのやりとりに気づいた桐生が顔を上げ、弱々しく笑った。あー、ダメだこれ。本番で固まって動けなくなるタイプだこれ。千景は人前に出るのが好きじゃないだけだ。開会式が終わったらケロッとしているよ。注目されるのは苦手です。バインバインだもんな。私もそうですね。緊張はしているんですが、もう2回目だからそんなにかな。はあ、先輩たちすごい。私なんかもう、はあ、怖い怖い。もうやだ、怖い怖いから、当時先輩ちょっとマヨネーズ取ってください。お前も余裕じゃねえか。目の前にあるんだから自分で取れ。ケチ。口を尖らせ手を伸ばす。少しだけ震えていた。入学早々に学園の代表として大舞台、緊張するのも無理はない。マミヤの図太さを分けてやりたいな。俺は開き直ってるだけですよ。それでさっき言ってた来客っていうのは？噂をすればなんとやらだ。話題に出すと同時にエントランスに人の気配。東雲が迎えに行こうとしたが、すぐ談話室の扉が開き、少し派手めな女性が現れた。学園長かな。ハローエブリワン、お楽しみ中に失礼。ぽいな。なんかやっぱりなんかすごいメタい発言するけどさ、なんだろう、スーツのジャケットにまで乳袋ができるっていうのはさ、もうそれ専用に設計しとるわけやねんか。あの採寸、あのなんだろう、裁断というか縫製というかさ、パターンを引くっていうの、ファッションの用語で言うとこの型紙、うん、この形で型紙を引いてこのジャケットを作っとるわけやねんか。なんかすごいね。お久しぶりです。うん、3ヶ月ぶりくらい。ちょっと千景ちゃん、携帯触ってないでこっち見て見て。こんばんは。はい、こんばんは。みんな元気そうね。おかげさまで新しい仲間も加わって、ようやく生徒会らしくなってきました。聞いてる聞いてる。どうもみんなとは顔見知りらしい。
軽く挨拶を交わした後、俺と中野を見て微笑んだ。あなたが間宮藤治くんね。ああ、はい。そっちが中野芽衣ちゃん。あ、はい。めしめし。あなた。はじめまして。上白ブロードメディアの冴島ノエルです。ノエルって呼んでね。名字で呼ばれるのあまり好きじゃないの。局の人か。ああ。もしかしてあのオープニングで、なんかプロモーション映像みたいなやつのナレーションやっとったんでこの人かな。差し出された名刺を受け取る。アナウンサー。すげえな。普段絶対に話す機会のない職業の人だ。役得ってやつかね。どうもよろしくです。わー、魚介人の名刺だ。あ、なんか聞き覚えがあると思ったら、もしかして街頭モニターで流れていた告知のだよね。そうそう、あれ私。英語話せるんですかとか聞かないでね。英語の知識なんて学生レベルだから。テレビだとペラペラな感じなのに。キャラ作り。ハーフなのに喋れないのとか言われるのうざいだもん。ねえ、お酒ある？お酒。ありません。もう勤務中じゃないんですか？そうなの。こんな時間まで働いてるの。早く帰ってビール飲みたい。ってわけで、サクッとお仕事です。今日はインタビューに回りましたのよ。インタビュー？そんなことするの？ああ、たまにな。マミヤ、メイ、ご指名だ。は？俺？私もですか？さ、話題のルーキー2人にぜひお話しを。特に、マミヤくん。お姉さん、君に興味津々。俺っすか？何鼻の下伸ばしてるんですか？何目のハイライト失わせてるんですか？だからすぐに切れるのやめてよ、しののめさん。あら、二人ともそういう関係？どういう関係ですか？せつなちゃんかわいい。話戻すけど、マミヤくん、それさすがに私服じゃないよね。あー、はい、前の学園の制服っすね。ああ、ごめんなさい、忘れてました。制服なら先ほど届きましたよ。うん、そうか、間に合ったな。開会式はオーブの制服で出てくれ。うっす。え、ダメよそんなの、そのまま出ちゃいなさいよ。え、なんで？その方が目立つ、テレビ的にも絶対いい。うん、見慣れない制服いいわね。決定、マミヤくんはこの制服で最後まで戦うこと。決定っていいのか？テレビ局側からのご要望だ。仕方ないさ、エンターテインメントショーだもんな。不通し肩をすくめる。学生中心の街って聞いてたが、テレビ局には勝てないってか。まあ、真新しい制服よりも着慣れたこっちの方が動きやすい。俺としては助かったかもな。じゃあこのままで。彗星のごとく現れた転校生、そして1年生ながら生徒会に選ばれた天才。て、天才って、私はそんな超絶凡人ですよ。こういうのはインパクトが大事なの。話題性抜群。明日は盛り上がりそう。今年のオーブはいい感じ。いよいよ復活ね。復活？前回はいいとこまで行けてたんだろう。なんか大げさだな。去年はな。しかし5人目のメンバー探しに苦戦するくらいだ。わかるだろ。今のオーブはお世辞にも競合とは言えないのさ。だが昔は。ああ、そこから先は私が話してもいい？お姉さん説明大好き。お、じゃあお願いします。セリフちゃんとあげんとな。はい、お願いされました。ではでは。なんかマイク持ってる。
神城バトルライブトピックス。今回はオーブ学園の歴史をレッツレビュー。やばい、仕事スイッチ入れたな。うわ、生だ。生トピックスだ。後でサインください。オッケー。さてさて、ちょっとそれるけど、まずは神城という町について話そうかな。ずいぶん前まで神城はあまり治安のよろしくない町だったの。学園同士でトップを争って、日夜喧嘩が絶えない、そんな昭和の漫画みたいな状態だったわけ。市としてはどうにかしたいけど、押さえつけても学生たちは反発するだけ。じゃあいっそ思いっきりやらせてみようって逆転の発想で生まれたのが神城バトルライブ。市としては、市にとって一番の問題をビジネスにしちまったってわけか。そういうこと。それで神城バトルライブが始まる直前まで町の頂点に立ち、始まった後も3連覇という圧倒的な強さを見せつけたのが我らがオーブ学園ですね。萎縮気味だった中野が食い気味に入ってきた。そのまま目を輝かせて興奮気味に続ける。私、オーブが優勝した年の DVD 全部持ってます。もう何回も見直してて、伝説世代の人たちがそれはもう、もうかっこよくて。なんかまた大げさな言葉が出たな。その伝説世代っていうのがあれか、昔の人たち。ああ、オーブ絶頂期に活躍していた先輩方のことだな。もう10年ほど前になるか。過去の栄光というやつだよ。へえ。あ、もしかして中野の技って。はい、伝説世代の方々のミックスです。超憧れです。私のヒーローです。そこまでか。すごい人たちだったんだな。そうですね。ですが裏を返せば伝説扱いは不甲斐ない今の現れでもありますから、尊敬はしていますが過去を振り返るのは少々複雑ですね。あの頃は良かったとか言われちゃうわけか。なるほどね。でも去年の活躍で期待値急上昇よ。ネットの予想サイトでも今年はオーブが来るんじゃないかって。予想サイト、そんなのあるのか。これとか。キリュウがスマホ画面を見せてくれた。 iPhone SE とか。神城バトル非公式ファンサイト。オーブ学園のとこに丸がついてる。競馬の予想みたいだな。オーブ悲願の優勝なるかだってさ。でも20丸が2個あるな。気に食わねえ。うん、期待されている。余計に緊張してきた。普段通りにしていれば大丈夫ですよ。ああ、メインが入学してきてくれた。マミヤが転校してきてくれた。伝説世代に劣らないメンバーを集められたと確信している。縮こまってないで胸を張れ。それが勝利への第一歩だ。はい、いいね、今のコメントいただき。あ、自己報告だけど、この会話録音してるの。こんな感じで雑談形式でインタビューしていってもいい？ええ、構いませんよ。なるほど、そのマイクは実は録音機器だったわけか。ありがとう。あ、出したくない情報あったら言ってね。そこはちゃんと伏せるから。あ、明日のエキシビションは？誰が出るかもう決まってる？もちろん決まってますよ。厚みなことだらけだ。そういえば俺、開会式もそうだけど予選がどうやって進むかも知らないわ。聞いてこなかったからな。そりゃそうですけど。じゃあ、はい、今いいですか？ああ。はあ。エキシビションっていうのは何か催しでも？各校の代表者1名による模範試合とはちょっと違うかもしれませんが、勝ち負け抜きで行われるバトルがあるんです。会場に来る人たちとスポンサーへのデモンストレーションってところね。今年の俺たちはこんなに強いんだぜってアピールするわけ。そういうことか。会長が出るんです？いや、マミヤが出ろ。なんで？手の内を晒したらあかんよ。うわ、また来たよ、無茶ぶり。さすがにもう慣れてきたが、会長さん、俺のこと信用しすぎなんじゃないの？
出るのはいいんですが、アピールって意味では会長が出るのが一番いいんじゃ。そうとも限らない。私や刹那、千景については周知されているからな。手の内を明かすことにはなるが、新戦力の実力はアピールしておきたい。そういった意味ではすでに話題になり始めているマミヤよりもできればメインに出てほしかったんだが。これだ。お前震えすぎだろ。だって大勢の前で戦うとか心の準備が責任重大ですし、ごめんなさい、本当無理です。三つ剣とやった時みたいなノリでいけばいいじゃん。私内弁慶なんですよ、無茶言わないでくれます。何キレてんだお前。とにかく舞台慣れさせたいところだが、エキシビションとはいえ大事な一戦だ。練習には使えん。マミヤ、君に任せる。了解、精一杯やらせていただきますよ。ああ、それとメイ、厳しいようだが次は泣き言は聞かんぞ。はい、ごめんなさい。先輩から後輩へ厳しい指導、これぞ青春の一コマ。いいな、お姉さんもあの頃に戻りたい。お姉さんいくつ？ビールもらえる？え、はい。あ、いえ、だからないですってば。じゃあ買ってきて。千景ちゃん、私の好きなの買ってきて。お金あげるかな。夕日のクリアトライ。わー、私の好み把握済み。さすが情報収集の鬼。お願い、もうお願いしないでください。千景さんも行かなくていいですから、ちゃんとお仕事してください。いいコメントいくつかもらえたからもういい。っていうか、アナウンサーの私が一人でインタビューに来るとかおかしくない？うちブラックよ、ブラック企業よ。今のは聞かなかったことにしておきます。好き放題だなこの人。もう酔ってるのか？いつもこんな感じだ。おかげで場が和んだ。ありがたいじゃないか。敗戦前夜って雰囲気は玉砕されましたけど、粉砕されましたけどね。そうだな。だがマミヤも言っていただろ、前日からピリピリしていても仕方ない。確かに細かいこと言ってもしらけるだけっすね。おい中野、いつまでもしょげてないで今のうちにサインもらっとけ。あ、そうだ、ノートとか持ってきます。お父さんとお母さんの分と、あとおばあちゃんと。多いわね。もう別にいいけど。マミヤくんは？お姉さんのサイン欲しい？あ、じゃあください。なんか興味なさそう、ショック。私もください。おほ、千景ちゃん気を使ってくれて。優しい。早くビール買ってきて。あ、これ食べてもいい？すごいな、横柄すぎるやろ。いいですけど、全部食べないでくださいね。わかってるわかってる。いただきます。みんなでワイワイガヤガヤ。インタビューどころか決起集会と言える空気ですらもはやなく、会長の言う通り気負いないいい雰囲気だ。だが平然と食事をつまみながらも胸中は穏やかとは言えなかった。開会式、エキシビションには俺が、過去の生徒と初めて刃を交える。一体どんな奴が相手なのか。ま、なるようになるか。